様、大変お待たせいたしました。ただいまより立山黒部アルペンルートオープンカーニバル大町温泉郷出陣式を行います。それではここで立山黒部アルペンルートオープンカーニバル実行委員長であり大町市長でもあります牛越徹よりご挨拶申し上げます。皆さんおはようございます。ご紹介いただきました当アルペンルートのオープンカーニバルの実行委員長を務めております市長の牛越でございます。まず本日はこのようなお天気に恵まれこのようにまた多くの皆さんご参集のもと出陣式が行われますことを心から御礼申し上げます。いよいよ今年も山の季節アルペンルートの季節が始まります。より多くの皆さんのご来訪を心から記念申し上げまして出陣式にあたりましてのご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。さゆり姫は東京都から参加の臼井まりな様です。腰元は大町レディースの鈴木春奈様と古畑まどか様です。大場様を運んでいただくのは関西電力黒四管理事務所から曽我俊介様です。おいざ出陣皆の者勝ち時じゃ我に続けおーえいえい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 おー構え放て
方は何ていう中身なんですか。大場様、愛知のお兄さん、解説お願いします。大場様のこれもお願いします。大場様、大場、これ立山の方からですね、さっさなりまさがこう、はい、立山御用する前に立山側の方で、宿を取った集落 の、あの方が、この、お守りとして、預けられて、で無事越えられたので、出迎えてくれた野口 の、百姓衆にこれを、お礼としてお渡しして、これは、いや、これはあの仏像ですね。仏像、大場様っていう。大場様、誰が作ったんですか。はい、それはまでは、はい、お土産として持ってくれたの。いや、いや、あのお守りとして、立山の方で。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。カジノします。長野インターネットブロードキャスト。はい。Okay. はい。Where do you come from? Israel.Israel. Hi. Oh, wonderful. this event is. Do you think? It's very nice. Very nice. Yeah. Oh, very nice. Nice. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. Hey! Hey! Oh!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 こんにちは、はじめまして。すみません、自己紹介お願いします。はい、今回静岡から初めて参加させていただきました佐野かなと申します。よろしくお願いします。静岡から来られたんですか。はい。すごいですね。このイベントはどこで知ったんですか。はい、去年このイベントに参加した仲間が、はい、はい、すごい良かったよっていうことで、で去年はちょっと天候がね、あまり良くなくって、今年リベンジっていうことだったので、お声かけていただきまして参加させていただきました。ご苦労様です。どうですか、参加してみて。もうね、この素晴らしいね、はい、富山のこの景色、黒部ダム、もうすごい最高です。これはもう初めてってわけじゃないんですよね。あ、ここに来るのは、はい、去年。富山の方から黒部ダムの方までは縦断させていただいたので、今年でも大町の方からここまで、はい、なんか向こうの金沢の方からも来たりとか。そうですね、新幹線が、はい、新幹線が来たりとかもありますよね。そうですか。そういう何回か来たことあるけれども、今日のこの行事はなかなか
初めてで、こういうね、笹成馬様が、はい、この山を越えてここまで来たって、その昔のね、多分すっごい大変だったんだろうなっていうのを今回このイベントに参加したことで初めて知ったので、それがこちら、この今の、はい、はい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 、名前なんて言いましたっけ、大場堂です、大場堂、大場様っていう、なんかね、素晴らしい、ありがとうございます、はい、どうも、すいません、大場さん、簡単に一度ですね、自己紹介お願いします。いや、はじめまして、愛知県から来ました。やっぱ愛知県から来られたんですか。はい、はい、僕が愛知県から来たんですけど、愛知県から来ました橋本と言います、よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に、そうですね、なんかこの大場様というのは、なんかさっさなりまさ公が、富山の方から、立山の方から、はい、この大場様を背負われて、はい、安全を祈願して、はい、この大場様を背負われて、立山の冬の雪の厳しい立山です山を、この大場様を背負ってきて、この大町の方まで無事に、まあ、いろんな困難がありながらも、なんとか無事にこの大場様を背負ってきて、なんとか、無事にここに来られたって降りてこられて、ここに来られたんですよね。で、これはレプリカなんですよね。そう、これはレプリカ、そうですね。で、試練に行って、そうですね、ちょうど今年ですかね。そうですね、今年の6月の22ですかね、はい、に五街道五街町があるというふうに伺っています。でもまたもう一回やんなきゃいけないですね、はい、もう一回来なきゃいけない。そうですね、なんか平日だと思うんですけど、なんとか来たいですね、はい、なんとか時間を作って、はい、はい、ぜひまた来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうお名前なんて言うんですか。橋本です。橋本さんですよね、はい、私は佐野かなです。佐野さん、佐野かな、はい、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。すみません、ちょっと外国の方が農業体験に来てるんですね。それで今回ここで取材に行っていいですか。あ、はい、ぜひ来てください。すごい面白いですよ。本当に、はい、農家民宿もやってて、それも外国人専門なので。あ、ちょっと初めから言います。あこんにちは、長野インターネット補足です。実はこんにちは。そしたら自己紹介お願いします。じゃ行きます。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは、中村美冬と申します。中村さん、こんにちは。どうもこんにちは。今日は朝から大町のこのイベントで黒部ダムまで来てますけど、はい、どうですか、今日今回参加されたのは何回目になるんでしょうか。参加したのは初めてですけど、出身も大町なので、はい、このイベントはよく拝見してます。初めて参加されてみてどうですか。楽しいです。日本人でも楽しめるイベントだなと思いました。皆さんこうお友達がなんか外人さんの方が多いってお聞きしたんですけど、はい、その辺のことをちょっと聞きますか。我が家は150年続く専業農家で、はい、今はもう11年目になるんですけど、はい、北海道にあるウーフジャパンっていう協会を通して、海外の方が農業体験できるように受け入れをしています。はい、体験する期間は決まってるんですか。期間は決まってないんですが、うちの場合は長期間がいいので2週間以上ということで、長い方は半年ぐらい住んでる方もいらっしゃいます。なるほど。今大町でどんなもの作ってるんですか。今はこの間はお米の種まきをしてもらったりです。何の種まき。お米の種まきをしてもらったりとか、 あとリンゴの木の植え付けだとか、そういうことしてもらってます。そろそろじゃあ田植えってことですね。そうですね、田植えを手伝ってもらって、あとリンゴの撤回の時は海外の方を5名ほどお呼びしてやってもらってます。主にどの国の方も一番多いのはやはりアジア圏の台湾の方が多いですけど、うちは特にヨーロッパのドイツの方とか、はい、フランス、アメリカが多いですね。なるほど、はい、今度ぜひ取材させていただいて、はい、はい、ぜひどうぞ、はい、今日はありがとうございました。じゃあこの後まだ午後も続くので、はい、ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。
私大入りの百姓の吉沢三栄と申します。この度さっさ成政公は遠州浜松の徳川家康公に会うため、この雪深い北アルプスを乗り越え、信濃の野内村大井で清少院大場堂にお越しいただき、嬉しき幸せでございます。6月22日は大場様の七年の一回のご開帳でございます。さっさ成政公が埋蔵した埋蔵金をたんと持って、また22日にお越しくださるようお待ち申しております。わら阿部義行による勝ち取りです。阿部義行役の村山正和様、お願いいたします。皆の者、勝ち取りじゃ、我に続け。おーえいえい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 おーありがとうございました。こんにちは、長野インターネットソフトと申します。はい、大場様の世話人会長の吉沢でございます。吉沢さん、今無事なんていうんですか今のさっさ成俣軍団の、うん、まあカーニバルですね、はいはい、が無事終わりましたけども、ね、はい、まあ、あの大役を前今年、まあ、終えて、まあ、一番この行事の一番願うところは何なんでしょうか。まあ、大場尊尊がね、はい、この432年の間守られてきてね、はい、これも先輩たちの、ね、おかげと思ってね、うん、これからもだんだんこの引き継いで大事にしていきたいと思うんですよ、はい、それがまあ第一ですよね、はいはい。まあ、今年は7年 目ということで、なんか大変な行事が控えているというお聞きしましたけど、はい、6月22日に22日、この大場村の御開帳がございまして、うん、はい、まあ、その時に、まあ、坊さんが7人くらいですかいまして、大般若やるような予定にしております。それに向かっての準備も大変かと思いますが、ね、そうですね、これでだいぶこの回向柱なんかも盛在にやったり、字を書いてもらったりですね、建立したり、はい、これからちょっと大変な時期になります。はい、じゃあ今年もそれ、今年もといいますか7年に一遍の、はい、大役ですが頑張っていただきたいと思います、どうもありがとうございました。まあ、よろしくお願いします。ありがとうございました。ご苦労様でした。
勝ち時じゃ我に続け、えいえいおー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 。こんにちは、長野インターネット放送局と申します。こんにちは。こんにちは。こんにちは、どうも。すみません、ご紹介お願いします。はい、関西電力雇用管理事務所所長、青山でございます。はい、青山さん、今日は大町という、まあ、周辺の黒部ダムとかいろんなところをこう回って、ある役目として、まあ、今日終わったと思うんですけども、その辺のところをちょっと説明してください。はい、あのこの笹成政軍団のですね、講習はですね、はい、毎年行われておりまして、毎年毎年やってるんですね。はい、あの非常に大役をですね、はい、まあ、ほぼ無事終えれそうなのかなということでですね、ちょっとまあ安堵しております。なるほど。役としては今回初めてなんですか。そうです、はい。なるほど。そういうことは先輩たちもの様子もこう見ていたと思うんですけども、はい、どうですか今年の出来栄えは。まあちょっとあのよくわかりませんけれども、まあまああのできたかなと思っております。そうですか。まああの黒部ダムの上に立った時はどんな感じされましたか。そうですね、あの黒部ダムはまあ日本一高い、ダムということで、まあ、非常にあの壮大な、ダムの上からですね、まあ、勝ち時を上げることができて本当に本望でした。たくさんの観光客も見えてましたけども、本来ならなんかもう少し向こうまでなんか行ったとかっていうふうに。そうですね、しましたけど、はい、あの今年はちょっと雪が少ないということもありますし、はい、あの非常に、まあ、あのお客さんが多いので、少し、まあ、ダムでですね折り返して帰ってくるということになりました。まあ、あともう少しで、まあ、大町駅までということで終電ということになると思うんですけども、あの道中どんなことをお考えになられましたか。そうですね、まあ、今日本当にこのようにですね、たくさんのお客さんが、まあ、あの来ていただいているということでございますので、またあの黒部アルペンルートにですね、またたくさんのお客さんがですね来ていただけることを望んでおります。青山さんとしての今後の目標は何でしょうか。そうですね、あの昨年ですね、関電トロリーバスが5年ぶりに100万人達成ということになりました。また今年もですね、多くのお客さんに、来ていただいてですね、まあ、100万人を達成したいなとこういうふうに思っております。なるほど。それではあのその目標に向かって頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもこんにちは、長野インターネット所属と申します。さゆり、あの自己紹介お願いします。さゆり姫役の鈴井まりなです。まりなさん、はい、今日はあの姫の役目として大町の、いろんなところを回って歩いたんですけども、これには自分からこう応募されたんでしょうか。はい、親孝行で生きるかなと思い自分から応募しました。親孝行、はい、なんか親孝行のこと知られてるんですか。それはないですけど、その父親がぼそっと母親にやらないかなっていう話をしていたのを聞いて、親には内緒で応募して、で今日の日を迎えることができました。内緒だったんですね。はい。で普段はどちらでお住まいなんですか。普段は東京で生活をしております。ということは、じゃ親元離れてて、あのお父さんお母さんはちょっと寂しいですね。じゃあね、寂しいといいんですけど。それで、まあ、その理由として、まあ、帰ってくる一つ口実ができたっていうか。はい、そうですね。出すときは受かると思いました。いや、まさか選ばれると思わなかったので、合格の通知が来たときはとても嬉しかったです。なるほど。まあ、今日一日朝早くから回って歩いてどうですか。何か思ったことがありますか。なかなか離れるまでは感じることができなかった、はい、と大町の人の良さだったり、はい、あとは周りの人が本当に温かいなっていうのを感じることができたらと思います。あとは外国の方も多くいらっしゃってる黒部ダムがあるという姿を改めて感じました。黒部ダムはすごい大きいですね。はい、もうそうですね、歴史があるものだったので、そこに行くことができてよかったです。あなた自身 あの今後の目標は何でしょうか。そうです、離れて過ごしておりますが、はい、大町の良さももっと他の人にも知っていただけるように、少しでも協力できたらいいなと思います。わかりました。ぜひ目標に向かって頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。長野インターネット放送局と申します。
村松克美と申します。はい、愛知から参りました。どういうとこから？豊川稲荷で有名な豊川市から参りました。なるほど、なるほど。と言っても私よく知らないんですけども、はい、この大町にこういうイベントがあるっていうのは何で知ったんですか？昨年エキストラの応募がありまして、それで初めて参加したんですけど、また今年も公募で当選があるかないかを分かんないんですけど、一応応募した結果、当選ということで参加できました。なんか大町マニアでもう何度も応募されてるとお聞きしたんですけど。まあそうですね、2回応募して2回ともなんで、ちょっと驚きですけど、はい、今日、まあ、2回、はい、まあ、同じ、ほとんど同じコースですかね。そうですね、今年ちょっと神社が八王子神社ですかね、あれが新たに新しくなりましたけど、はい、どうですか、なんか違いがありますか？そうですね、まあ、天気が良ければ本当にいいところなので、本当に観光でたくさん人が見えると本当にいい大町なので、水が美味しいし、やっぱりお米とかもお酒も多いんで、結構好きですね、はい、やっぱり大町ひいきなんですね。そうですね、はい、ぜひまた頑張ってください、はい、ありがとうございます。来年度から新しい形のイベントになろうかと思います。また変わらぬご協力をお願いして挨拶とさせていただきます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは皆様、1日にわたり大変お疲れ様でございました。2016立山黒部アルペンカーニバルもこれで終了となりますが、最後に鉄砲隊の発射で締めくくりたいと思います。今日一日鉄砲隊の号令をかけていただきました奉行神谷黒部様、村松克美様、どうぞよろしくお願いいたします。鉄砲隊前へ。構え。放て。ありがとうございました。ありがとうございました。